フルスルチアミンは、テトラヒドロフルフリルジスルフィドチアミンとしても知られており、ジスルフィドチアミンやアリチアミンの誘導体である。フルスルチアミンは、格下等のビタミン B1 欠乏症の治療のために、チアミンの侵入性を高める目的で1960年代に日本で開発され、日本のみならずスペイン、オーストリア、ドイツ、米国でも製薬化された。フルスルチアミンは、 米国でビタミン剤として OTC 薬としても販売されている。フルスルチアミンはビタミン欠乏症の適用に加えてアルツハイマー症や自閉症に対して臨床検査が行われ効果はあったもののビビタル、ものであった。フルスルチアミンは運動中の代謝改善や肉体疲労の軽減についても研究が行われた。 筑波大学と武田コンシューマーヘルスケアの共同研究によれば、前頭前皮質におけるドーパミン放出が増加し、自発的な身体活動性を高める作用が、動物実験によって確認されている。1951年、米国で生の鯉を餌にしていたキツネがかっけさま症状を、 起こしたことに着目し、研究を行っていた京都大学医学部、衛生学教室の藤原原店が、ニンニク成分のアリシンに、ビタミン B1 の吸収を助ける作用があることを、解明し、ビタミン B1 の結合物である、アリチアミンを発見した。武田薬品工業研究部と提携した藤原は、1952年3月12日に、 ニンニクの成分アリシンとビタミン B1 が反応するとアリチアミンができると報告した。アリチアミンは体内で B1 に戻り、さらに腸管からの吸収が極めて良く、血中 B1 濃度の上昇が顕著で長時間続くという従来のビタミン B1 製剤にはない特性があることを報告した。武田薬品工業はアリチアミンの製剤化に力を入れ、 1954年3月、アリチアミンの誘導体であるプロスルチアミンの内服薬アリナミン等以上が発売され、活気による死亡者を激減させる一助となった。日本の活気死亡者は、大正末期に年間2万5千人を超えていたものの、1950年3968人、1955年1126人、 1960年350人、1965年92人と減少した。1960年代には神経痛に有効であるとしてアリナミン大量療,療法が実施され、ビタミン B1 誘導体がブームとなった。アリナミンは服用すると古期にニンニク臭が出るので改良が図られた。コーヒーの芳香成分の一つである。 フルフリルメルカプタンを利用するとニンニク臭が低減されることに着目した武田薬品工業はフルスルチアミンを開発した。フルスルチアミンにはビタミン B1 と比較して吸収に優れ組織によく移行し体内で働く形の活性型ビタミン B1 を多く産生する特徴があるとされる。1961年 フルスルチアミンが配合された黄色の糖以上として、アリナミン F が発売された。ありがとうございます。